三峯神社駐車場520円で、三峯神社で上に上がっていきます。県に近い上行きっていうか、三峯神社です。結構ね、近所っちゃ近所だから、まあ有名みたいなんですね。荒川の源流の村、大滝村かな。日帰り温泉は営業休止中です。あ、もうすぐそこなんか見えますね。ちょっとね、車椅子はね無理ですね、ここね。あ、もうそこが神社？え？神社左？そう。まだ550m あるよ。今駐車場に車止めて階段歩いたところです。三峯神社はどこかというと、ここですね。もうね、息上がっちゃいました。ここね、あ、ここにせっかく来たんだから行ってみましょう。クマが出るんだ。クマと撮影しな、しようだって。では向かいます。今100m ぐらい上がってきたとこ、お土産屋があって、味噌天角がね売ってるんですね。150m ぐらい入り口に到着しました。だいたい今 300m ぐらい歩いてきました。で、参拝の順路がこんな感じですね。三峯山って書いてあるね、これね。これはね、三峯山の入り口です。あ、釣りだね。素晴らしい。今大体ね、300m ぐらい今歩いてきました。まず神社まではあと 200m ぐらいあると思います。手と口をお清めいただき、まあ、人はほとんどいないんでね。
素晴らしい。沖縄見た。すごい。ここの中で、ここ本当は日帰り温泉やってるんですけど、今コロナ禍でね、温泉はやってません。今お土産を買いました。お土産買って、今から縁結びの方の木にね、歩いていこうと思います。あと3分はかかりますけどね。あっちに歩いていくと縁結びの木があるそうです。3分歩いてきました。だいたいね、縁結びの木、多分これっぽいな。あれ、あの縄巻いてあるこの木だね。はあ、いや、1本だったのが2本だったんだろう。あ、かわいい。縁結びの木、縁結びの木。あ、本当だ、2本だったのが1本になった。なんかそんな感じ。これね、ほら、元が1本で2本になっただけじゃない。普通のさ、夫婦の木みたいな。まあね、これが縁結びの木です。以上です。ね、見晴らし台みたいな感じですね。めっちゃ高い。大滝村だかな。なんか見えますね。よくここまで上がってきたね。うん、一日でよく上がったよね。ほぼ車。ここ木切ったんですね。見えなかったからね。見晴らしめっちゃいい。見晴らし台ですね。あれ、銅像のところに今行こうと思います。あ、これだと下がっちゃうか。え、水辺ね。あそこの入り口ね。これ行けませんね、こっちはね。こっちの村にね、銅像がある。ここはね、今ちょっとすぐ見えるんで、銅像に行きます。ぐるっと回ってくるのかな。なんか、あ、石崩れちゃったんだね。足場が悪い。そこまで来たら銅像を取っていかなきゃダメでしょ。うん、うん、手挙げてるね。ジャンボマックスみたいな感じ。ジャンボマックス。三峯神社の横脇にあるやつ、六角堂みたいな感じ。昔の駐在所みたいな感じですね。今はね、あれ、塩化カリウムかなんかが置いてある。ほら、塩化カルシウムだね。塩化カルシウムの倉庫になってますね。チャンネル登録。
よろしくゴリゴリ。チャンネル登録よろしくゴリゴリ。チャンネル登録をお願いいたします。